皆さんどうも、おかみです。今日はオートミールで簡単雑炊を作ります。材料はこちらです。オートミールが入ったボウルの中に水を入れます。ほんだし、これをよく混ぜます。そしてここに卵を割ります。でこれをチンします。750ワットで2分半チンします。はい、今チンできたところです。黄身がなんか半熟って感じで出来上がりました。じゃあ盛り付けます。器に盛り付けたらネギと刻み海苔を散らします。はい、そして白ごま。はい、完成です。いただきます。うわ、美味しそう。めっちゃ美味しい。今私ダイエットをしてるので、オートミールを使ったレシピをやってみたんですが、オートミールっていうのは白米に比べて糖質が控えめなんですね。で、あと食物繊維が多めなのかなっていう感じで、白米より糖質が低いからといって2倍も3倍も食べたら多分太っちゃうと思うんで、このぐらいの1人前の量で抑えとこう。美味しすぎてね、いっぱい食べたくなっちゃうんでね。ほんとなんかおかゆって感じ、体に優しいって感じの味ですね。味噌とか入れてもね、美味しいと思います。はい、ということで今回はオートミールでレンジで簡単雑炊を作ってみました。とっても簡単なので皆さんもぜひ作ってみてくださいね。それじゃあまたね、バイバーイ。